はい、どうもこんばんは、中村です。本日はですね、大阪の岸和田市に来ております。で、今は南海本線春木駅ですかね。これはとりあえずまたいつものように Uber Eats オンラインにしたいと思います。はい、なりましたね。16分ですね。はい、ですね、今日3月10日なんですけど、今日から岸和田市が Uber Eats エリアオープンしたんですけど、これ泉大津ですね、このなってるのがね。だから拒否します。はい、ということでですね、今ちょっと言いましたけど、今日3月10日なんですけど、今日からですね、岸和田市と貝塚の一部がですね、新規エリアとして Uber Eats をオープンしましたので、今日は岸和田に来ております。で、本当だったらちょっとね、岸和田城とか行ったりとかですね、岸和田駅からスタートしようと思ったんですけど、ちょっと時間の都合上春木駅からのスタートになっております。今日ほんまは稼働する予定じゃなかったんですよね。ちょっと夜用事がありましてね、8時過ぎとか9時前ぐらいまでしかできないんですよね。というのもですね、そのエリアオープンのお知らせって一応 Uber Eats から来るんですけど、まあ2週間前とかもうちょっと前から一応来るんですけど、まさかのこの岸和田エリアのオープンがですね、昨日メールが届きまして、明日からオープンですよということで、で、急遽今日稼働することになったんですけれども、だからあんまり時間ないんですよね。まあやって2時間ぐらいしかちょっとできないんですけど、まあやっぱり初日なんでね、稼働してみたいなと思って来ております。まあ一応ね、その稼働しようとして来てるんですけど、まあ慣れへんやろうなというのも、覚悟して来ております。一応来る前に注文者アプリ確認したんですけども、お店がまだまだやっぱ少ないっていうか、なんか意外やったのが、最初チェーン店ばっかりなんかなと思ったんですけど、チェーン店が全然入ってなくて個人店ばっかりで、まあしかも住所ちょっと確認してたら、ゴーストレストランでまあ何軒かあるんで、まあ実質店舗で言ったらもうほんま数軒しかない感じですかね、まだ。まあ一応さっきは16分取らなかったですけど、あれは泉大津やったから取らなかったんですけど、まあ岸和田市内とかのやつだったら、全然何分でも今日は取ろうかなと思っております。で、一応岸和田市と貝塚の一部ってなってるんですけど、その店舗を確認していたら、貝塚のお店は多分ないんですかね、今のところ。岸和田のお店ばっかりでしたね。で、ちょっと心配なのがあれですよね。そのさっき言いましたけど、配達員へのアナウンスがですね、前日にあったんですよ。ということはですね、これお客様にもあんまりアナウンスというか、その広告入れたりしてないんじゃないかなと思って、まあ今日から始まってますけど、多分あれじゃないですかね、誰も知らないんじゃないですかね、今日やってんの。多分だからならないんじゃないかと思いますね。まあ一応ブラブラしようとは思いますが、14分ですね。ちょっと待ってくださいよ。これよく見ないとね。はい、やっぱり泉大津からだったんで、拒否しました。まあもしかしたらね、泉大津のお店から岸和田ドロップっていうのあるかもしれないですけど、ちょっとせっかく来てるんでね、岸和田のお店をピックしたいなと思っておるんですけれども、まあどうでしょうね、今日はゼロ件っていう可能性もありかなとは思ってますけれども、しかしあれですよね、僕雨の日でも寒い日でも暑い日でも Uber Eats そんなに苦になるタイプじゃないんですよ。全然やるんですけど、花粉のシーズンはきついですね。なかなかこれ雨とか寒いとかよりも花粉の方が辛いですわ。あとあれですね、岸和田をオープンして現金案件を1件やったら1件ごとに100円つくっていう超レアなプロモーションが届いてましたけれども、すごいですよね、1件100円ってシミみたいなもんですもんね。
まあそれでも僕は常日頃から現金オフにしてますけど、今日も現金はオフにしてます。だからこれあるかな、現金オンにした方がいいんですかね。現金オンで100円ってくるぐらいですもんね。だからその泉大津と岸和田貝塚で、現金案件したら1件100円っていうのが来たんですよ。やっぱり泉大津も多いんですかね、現金案件が。だからやっぱり岸和田今日からやけど現金多いやろなっていう感じでやってるんかもしれないですけど、そうですよね、ずっと僕現金オフでやってるんでね。現金やるのはやっぱりちょっとお金当然持ち歩かないといけないじゃないですか。それがとりあえずやっぱりね、落としたりとか取られたりする心配あるんで、まあ嫌やっていうのと、やっぱちょっとトラブルが増えそうな気もするんで、1回もっていうか、なんかアプリのバグでオフにしてんのに勝手に飛んできたことはありますけど、基本的には1回もやってないですね、進んでは。まあ現金オンにした方がなるっていう話もありますけど、これちょっとほんまに今日ならなさそうですけど、まあ今日はだからあれですね、この Uber Eats のバックで走り回って、怖い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 、Uber Eats のバックで走り回って、まあ、岸和田にもウーバーイーツ来ましたよっていう宣伝がてらね、走っとこうかなと、そういう感じですかね。今は26号線ですね、26号線を大阪方面に進んでおります。本当なんかね、マクドとかなかったんですよね。お店あるんですよ、いっぱい。中尾も吉野家も松屋もサーティワンもなんかいろいろあるんですけど、チェーン店が全然入ってなかったんですよね。なんか若干ちょっとね、見切り発車感が否めない感じはしますけれども、あ、ここ入ってましたね、とんかつかつきですか、ここ関名店入ってましたね。びっくりドンキー入ってなかったんですよね。まあいずれ入るでしょうけどね。ちなみにですね、今のところ配達員さんは、見かけておりませんね。0人です、見かけたのは。でも一応注文者アプリの方を見るとブラックアウトはしてないんで、何人かは多分稼働してるとは思うんですけど、どうですかね、なってるんですかね、その方たちは。なってないような気もしますけどね、なってないでしょうね。はい、今ですね、一応南海本線岸和田駅に向かっております。まあその注文者アプリ見たところですね、駅に行ったからなるっていう感じではなさそうですけどね。まあ一応ね、せっかくなんで行ってみましょう。はい、今駅に到着いたしました。まあ到着しましたけど、ここで待ってでもあんまり意味はなさそうなので、ぐるっと回ってまたどっか行きます。まあ岸和田駅前もなんかお店は食べ物屋さんありますけど、多分加盟店にまだ入ってないんですよね、今日見たところでは。まあゆくゆくは増えていくでしょうけれども、今日でもあれですよね、その加盟店さんとかもなんか準備して今日からかって気合い入ってると思うんですけど、ちゃんとなってるんですかね。岸和田城行こう。はい、今岸和田城に到着いたしました。こっちからやとあんま見えないな。
はい、今岸和田城来てますけど、一応時刻がですね、7時23分ですね。まあ1時間弱ぐらいなっておりませんが、まあなっておりませんというか、泉大津はなってましたけどね。本日3月10日ですね、岸和田オープン初日にもし稼働してて、なったよという人がいましたら、コメントをぜひ入れてほしいですね。僕は全然もうなる気がもはやしないですね。ただただこれはもうバイクで走ってるだけという状態になっておりますが、岸和田観光ですね、これはね。もうはい、ですね、春木駅と岸和田駅行ったんで、まあついでにその間にですね、泉大宮駅というのがあるので泉大宮駅に来ております。まあ来ておりますっていうか通りがかっただけですけど、多分この泉大宮駅の近くにもなんか居酒屋のゴーストレストランが多分入ってたような気がします。多分この天国とかが入ってたんじゃないですかね。ちょっと住所だけしか確認してないからわかんないですけど、とうとうなっております。ですね、撮ります。9分ですね。まあおそらくはあれですけどね。はい、行きましょう。今ちょっとですね、コンビニ寄ってもうそろそろなんか帰ろうかなと思ってたんですけど、なりましたね、とうとう。岸和田がお店は中一丁のようですね。この住所はね、チェックしてた住所ですね。まあいわゆるゴースト店っていうやつなんで、まあなるとしたらここかなっていう感じやったんですけど、ここがなってくれましたね。ウーバイツです。はい、とうとう1件目をですね、商品受け取りまして今から配達に向かいます。配達先は西の内というところですね。で、今行ったお店で今日ウーバー鳴ってますかって聞いたら、鳴ってるって言ってましたね。鳴ってるそうです、岸和田で。今商品受け取ってお店から出た時にウーバーの配達員の方1人いらっしゃって、発見しましたね。まだ1人しか見てないですけどね。まあなんとなくね、ちょっとこうウーバーっぽくっておかしいですけど、やってる感じがしてきましたね。さっきまでちょっとほんまにただ走ってるだけやったんで、まあとはいえですね、あんまり今日時間ないんで続けてできるかどうかわかんないですけど、ちょっと今マップ見たら多分あれですね、さっき休憩してたコンビニの近くですね。はい、今1件目配達終了しまして 3.5 キロで479円でした。ようやく1件配達終わりましたね。今時間がですね、ちょっと8時回って8時8分ですかね。8時半ぐらいまではちょっとギリギリできるんで、ちょっともう1件やりたくなってきましたね。もう今日は0件かなって思ってたんですけど、なるとやっぱりあれですよね、ちょっとやりたくなってくるんで、時間ギリギリまでやりたいんですけど、ということでですね、さっきのお店に向かっております。はい、ということでですね、今ちょっとブラブラしてたんですけれども、まあ結局ならずですね、時間が8時30分に今なりましたので、終わりたいと思います。まあ結局だから2時間弱ぐらいですかね、2時間弱ぐらいで1件だけ479円が今日の結果となっております。まあだいたい時給にしたら240円ぐらいですかね。まあまあまあ初日なんでね。で今回はですね、Uber Eats からの告知が遅すぎてですね、急やったんでちょっと稼働時間がだいぶ短かったんですけど、また1ヶ月2ヶ月ねちょっとしてから、まあ加盟店ももうちょっと増えて、まあ Uber Eats 岸和田始まったやなっていうのをね、みんなちょっと分かったぐらいに、またゆっくり来たいかなと思います。でぜひね、岸和田の皆さんは Uber Eats 注文していただいて、注文していただいたら加盟店もどんどん増えていきますので、よろしくお願いいたします。まあそんな感じでですね、また Uber Eats の配達いろんなところでやっていこうと思っておりますので、 Uber Eats の配達にご興味ある方、 Uber Eats の配達員やってみようかなと思っている方は、ぜひチャンネル登録してご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。